地上、第二項久市駅は、台湾東園市大園区にある、東園機場早雲の駅。駅番号は、A13。東園機場早雲が当駅に乗り入れる。台北車团駅からの直達車は当駅までの運行だが、建設中の地場を第三項久市駅まで改装し、そこで折り返す。東園国際空港の、第三ターミナルが完成後は、機場。 第三項久市駅市住儀となる。また、台北での位置で住宅した出国旅客の手荷物はここで降ろされ、空港内のベルトコンベアーに自動搬送される。改札口ホームホームは地下3階にある。相対式ホーム2面2000の地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアを有する。出口は一つある。 開業1年半時点の2018年9月での1日平均利用客数は、船内では、台北に次ぐ17,715人。詳細は、客運バスを参照のこと。ABC 空港船来月2日に、プレ開業1ヶ月間無料で、乗車可能、台湾2017年1月25日、フォーカス台湾、機場早雲運閣12営運騎士へ運計画記者会。 YouTube ハット記場早雲各社単出入口示めせ糸102から12から17北部東園期、都市進出人次 A 20高南端184、最小2018年9月5日、自由時報桃園市政府新聞書2019公園公席提案世事祭提案19、名医環級委員対か登場機場早雲及び天井周那多芸ウ 財団法人公共関係基金会。P9、P11、2019年9月15日閲覧。705公鉄東園館、桃園国際機場、路線7、1規定市公国。台湾高速鉄路公司。2019年6月30日閲覧。議乱時期立つ陶器客運、校舎ほど、再開約2章。自2018年11月9日。 tvbs ハット986字4 8期停止三井二社客運古墳有限講師2019年6月30日閲覧106年10月16日基本講師1356バイト東園機上国道一港丸山手運搬元路線運能整合進む停止路線永運2017年9月14日 クズメラン客運含む迅速広告国道客運5202路線反射位車体制定営運丁度時2017年11月1日規定しウェイバックマシン長英国際調運5502台北市桃園機場国道客運路線時106年11月18日規定し特この広告周知ウェイバックマシン県名客運東南客運国同指定 広告2018年9月19日、懸命客運、東南客運、ありがとうございます。